どうも、おはようございます。ついに国立の前期が始まりますね。まあ、自分も国立受験をしている身なので、まあ、前期で大失敗をしているわけですよ。やらかしてて、で、後期受験組なんですけども、まあ、その大失敗の経験、まあ、いっぱい話してきたけどね、話してきたんですけど、まあ、それを改めて伝えるとともに、こういうことを意識して、受験ね、迎えてほしいっていうのを、ちょっと今回また動画でね、伝えさせてほしいと思いますので、あれ、聞いたことあるなということもね、多いと思うんですけど、よかったらね、最後までお付き合いください。それではね、早速喋っていこうと思います。で、今回流れとしては、まず自分の失敗経験ですね。それを喋って、で、まあ、実際ね、前期終わった時、終わった時じゃないな、もう受けてる時だわ。に、あ、落ちたと思いました。絶対、1ミリも、受かったらいいな、とかもない。もう1ミリもなかった。絶対落ちるって分かった。で、まあ、実際に、その時からもうちょっと体調悪くっていうか、もう気持ちもね、ズンって落ちたし、で、落ちてる中で、分かってたけど、不合格の文字がドンって出た時に、まあ、さらにズンとなっちゃって、で、前期の発表終わってから後期までってそんなに時間がないんですよね。で、その中で、ノイローゼ気味になったりとか、もうめっちゃ吐いたし、ほんと。ただ、どう切り替えていったのかって、もちろんみんな前期で受かってほしいんだよ。受かってほしいし、まあ、高校入試の方も見てると思うんだけど、高校入試の方もバシッと一発で決まってほしいんだけども、うまくいかないこともあるので、まあ、どういう風にやってきたかっていうのもちょっと話したいなと思ってて、で、まず何失敗したかっていうと、体調崩したんですよ。ちょっと熱があって、今受けらんないけどね、まあ、当時はそれでも行かなきゃいけなかったから、まあ、行って受けてたんです。で、うち俺は、東京学芸大学っていうところの数学が専門のところで受けたんですけど、後期数学のみなんですよ、一科のみで。次回、問題用紙配られるじゃないですか。で、まずその前に、その前日とかから体調悪いから焦っちゃってて、あ、どうしようどうしよう、頭ポーッとするみたいな。で、浮き足立てた。自分でも分かってた、それに関しては。で、浮き足立てた上に、もう私立1個はセンター利用で受かってたけど、でもそこにはもう進学できなかったのね。親のその所得のとお金の関係で私立 NG だったから。だから、後期の、あ、じゃなくて、学芸逃したらもう浪人するしかないって分かってたから、そのプレッシャーになってて、で、あ、前期、もう、まあ、後期もあったけど、でも前期で受かりたいじゃん。だからここ失敗できない。ああ、でも熱ある、どうしよう、みたいな。で、完全にもね、モチベーションがフラットになってなかったんよね。もうあたふたしちゃってて。で、実際問題用紙見ます。最初の一番がまず分かんなかったんだよね。公式が出てこなくて。で、多分結果的に多分予言定理とかだったと思うんだよね、使うのは。ちょっと忘れちゃったけど。で、出てこなくて、あ、どうしよう、みたいな。そう。で、焦っちゃったのよ。で、もう学芸の後期、当時多分、大問4つだったかな。で、120分、90分か120分、長いんだけど、ちょっとそこそこ長くて、確か。これちょっと記憶曖昧でごめんなさいね。で、まあ1問目で浮き足立っちゃったじゃんか。で、もちろん大問1はさ、カッコ1が解けなかったら多分続きで解けなくって、で、大問にも解けん、みたいな。で、結局、書いたよ。書いたけど、ほぼ内容は白紙と一緒だった。あ、もう途中で30分過ぎたあたりから、もう背中にさ、汗が伝るんだよね。それが体調悪い汗なのか、冷や汗なのか分かんないけど、すっごい冷たいの。シューって。でも血の気が引いてくよね。あ、もう無理だ。もう帰りたい。もう泣きたいって思ってて、その受けながら。で、結果的にそのままリズムを戻すことができなくて、終わりました、試験時間は。だからもう試験がもう途中で心折れちゃったんだよね。そう。で、結果的に不合格が出てきたと。で、もう後期ラスト、あと1回のこの勝負しかなくなってしまって。で、自分は、なかなかその、安全圏にいなかったから、ギリギリだったのよ。で、センターがちょっと運よく、ちょっとうまく取れたので、で、後期も、当時はね、後期の方がセンター比率が高かったんだよね。だから自分もともと、まあ、受かるなら後期かなとは思ってた。センター逃げ切り型だったから、タイプとしては。それでも、この一発落としたら終わるって思ってて。で、多分今受験生の方にもいると思うんだよ。その受験失敗したら人生が終わりみたいな。ここまでもう35歳だからさ、俺。ここまで人生生きてきたらそんなことないんだよ。全くそんなことない。なんだけど、当時はそう思ってたから。だから、もうノイローゼになっちゃって。勉強机座るじゃん。やんなきゃ、まずやんなきゃやんなきゃと思ってたから。勉強机座るとさ、吐き気しか出てこないんだよね。で、トイレ駆け込むみたいなことになっちゃって。で、ご飯もほとんど食べられなくなっちゃったし。で、もうダメになっちゃってて。で、何もできないの。で、勉強しようと思って頑張って座るんだけど、まあ集中はできないよね。もうマイナスなことしか出てこない。自分が不合格をまた後期で取って、浪人してっていう、もう人生終わったみたいなことしか想像できなくなってて。で、思ったの。ある日。これでいいのかって振り返ったんだよね。
で自分の前期のことを振り返った時に俺は何を後悔してるんだろう。一番後悔してるのは結論としては出し切れなかったことに後悔してたんだよね。こんだけ、まあ本当俺、元々専門学校志望してて、4大に変えたのが3年生に上がる直前だったから、まあ1年ぐらい。で、その前は、模試とか、定期テストは取ってたんだけど、模試とか全然もうボロボロで、そっから偏差値20ぐらい足んないのをこう頑張って上げてきたわけ。まあ届かなかったけど、安全圏まで行かなかったけど、でも死に物食いでやってきた1年間。で、それをさ、体調不良っていう意味わかんない理由でさ、もう棒に振ったわけよ。結果的に自分のメンタルも弱くてね。何やってんだって。一年間いろんなものをさ、こう削って削って勉強してきたのに、力を出し切れないってどういうことって。そこだろって思ったわけ。で、思ったのが、今必死に、あと数日間しかなかったから、後期まで。勉強をね、一生懸命うわーってやっても、大して上がんねえだろうと。で、結局さ、参考書とか見てもさ、できないことばっか見てんだよ。あ、これも覚えてない、覚えてないって。いや、待て待てと。完璧になんないと受かんねえのかって、そんなことないじゃん。満点必要ないし、俺の学業は特に。まあ、必要なとこもあるかもしんない。高校受験とかではね、500点中490点とかの世界のとこもあるからさ。でもそうじゃねえって。だったら、今までやったこと確認しようぜって。それでも思うんだよ。うわ、やったこと抜けてるみたいな。でも、新しいことを覚えるよりも、やっぱ一回やったことを入れ直す方が簡単なんだよね。負荷は下がると。で、あとは、ちゃんと自分のことを信じてやろうって思ったの。疑ってたから、ずっと落ちてたからさ、センター利用で東京理科受かってたけど、その後3個私立落ちたんだよ。文教と東京理科と早稲田、ドンドンドンって全部落ちちゃって。で、学芸も落ちてって。でも、負のスパイルずっと負けてたから、でも負けるイメージしかなかった。待てと。そんな負けるイメージで、あ、どうせ負けんだろうなって思って、お前は大会に出るのかと思って。だから、ひとまず毎日、まあよく言って言うけど、俺鏡の自分に言うわけよ。もともとちょっといじめ食らってて、ちょっとうつ気味になった時も、お前は運がいいから大丈夫って毎日言い続けて、運がいいとは思ってた、そこそこ。で、改めて、お前は勉強頑張ってきたんだろう、大丈夫だお前はって毎日言ってた、鏡の自分に。言い聞かせようと思って。で、それが、こうそうしたかわかんないけど、結局試験当日の時は、もうやるしかないよねって。ここまで俺頑張ってきたんだから、それで合格になるか不合格になるかわからない。でも、受験が終わった後期のもう終わりって言われた、試験監督に言われた瞬間に、やりきったって。それだけは目指そうって思ったんだよね。それで、もう特にガツガツ勉強してないもん。俺その試験前、その前の時とか。まあちょっと見るぐらいよね、本当に。で、あとはもうのんびりして、ちゃんと食べて、ちゃんと寝ようって。もう普通の生活を送ろうと思って。で、試験その後期の時は、俺試験会場に、センターの時とかはね、なんだ、参考書とかほとんど持ってかなかったんだよね。試験会場で見るの良くないと思ってる人間なので、俺は。だから、前期はでも、その体調悪いし、なんか焦っちゃってて持ってって、うわーってやってたんだけど、でそれもやめたの、後期。そう。だから後期結局ずっと歌聞いてた。始まるまで。そう。で、それでいいやってみたいな。なんかさ、スポーツ選手とかでさ、大会前、なんかボクシングの選手とかもさ、こう大会前にこう聞く人いるじゃんか。そのイメージで、よし、モチベーション俺ならできる、俺ならできるみたいな。好きな曲を聴いてテンション上げるみたいな。だから一切持ってってない。まあ、それが良かったかわからないけど、でも自分は良かったと思ってる。とにかく、それで試験を臨んで、全距離はできた、もちろん。まあもちろんそれでも後期危ういなと思って、うわ、解けねえと思って、やべえかもと思ったけど、でも前期だけあれでどん底見てるから、あれよりは良かったなって。で、後期のその試験監督が終了って言った時に、まあ、その完全ね、もうやりきったから絶対受かるなんて思ってなかったけど、でも俺頑張ったなって。自分褒めてやれたもん、あの瞬間。ちょっと涙出そうになったしね。それをね、なってほしい。今回なんでこの動画喋ってるかっていうと、いろんな思いがあると思うよ、みんな。いいんだって。伝えたいのはただ一つ。頑張ってきたんだって。それが言いたかった。そんな、俺ね、前置きめっちゃ長かったけど、それが言いたかったのよ。大学受験の方も、まあ、高校受験の方もそうなんだけど、頑張ってきたんだよ。いい？だから信じてやんな。結果は終わった後に出る。終わった後なんだよ。だから、今からね、その、まあ、よく俺たの大会だ、発表会だって言いますけど、受験は今まで頑張ってきた努力の発表する場だから、しっかり出し切っておいて。で、100% 出し切れる人なんてほぼいないんだから、何かしら後悔とか、あーってなるから、それも含めてみんなの発表会だ。それでいいんだって。だからぜひ、あれやんなきゃ、俺やんなきゃって、わーってなってる方がいるんだったら、一回深呼吸してみ。一回落ち込んで、あ、落ち込んでない。ごめん。落ち着いてみ。ちょっとこの辺から俯瞰的に自分見てみ。今自分の目がこうなってる方、この辺から見てみ、自分の姿。それでいいのかなって。お前のはこれが必要なんじゃないかってアドバイスしてやんな。うん、そうやって、ちょっと心を落ち着かせて、いいモチベーションで、
受験の発表会にね行ってきてもらえたらと思います。ということで、取り留めない話になりましたが、何かを感じてもらえたら嬉しいです。もしね、試験会場に行って着いたとも時間あると思うんで、その時になんかあたふたしちゃったら、なんかこの辺のいい時間の動画見て大丈夫だからみたいなところだけでも構わないので、それでねみんながちょっと気持ちが落ち着けるなら、俺もこの動画撮ってよかったなと思うことができますので、うまく使ってもらえたらと思います。はい、ということでドワッと喋ってきましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。なかなか伝わってないかもしれませんが、心の底から応援しておりますので、ぜひね、発表会行かれる方頑張ってください。俺もね仕事頑張ります。ということで、また以上また次回の動画でお会いしましょう。以上、ハイジでした。ありがとうございました。